田村容疑者の自宅、先週は玄関部分とガレージ部分がブルーシートで覆われ規制線も貼られていたのですが今は全て取れています連日、家宅捜索が続いていた容疑者の自宅今日、ブルーシートが取られ中の様子が見えるようになりました今月2日にすすきののホテルで62歳の男性が頭部のない状態で見つかり 親子3人が逮捕されてから1週間実行犯とみられる田村瑠奈容疑者は被害者の男性とトラブルを抱えていたことが分かっています父親の修容疑者は瑠奈容疑者をホテルまで送迎していた可能性がそして母親の浩子容疑者も計画段階から犯行を認識していたとみられています 男性が殺害されたホテルには頭部だけでなく男性の着ていた衣服や携帯電話なども残されていませんでしたしかし持ち去られた被害者の頭部は2階にある浴室内で見つかりましたさらに現場のホテルから持ち去られていた男性の所持品の一部についても容疑者の自宅への家宅捜索で発見・押収していたことが 捜査関係者への取材で新たに分かりましたまたルナ容疑者とオサム容疑者が札幌市内の小売店で犯行に使われたとみられるノコギリやナイフさらにはおもちゃのような手錠を事件当日の未明までに複数回に分けて購入していたことも分かりました捜査本部はルナ容疑者が男性を殺害した疑いも視野に 慎重に捜査を進めるとともに3人の役割や動機についても調べを進めています。